イドゼロのこと、ずいぶん有名になってきたみたいね。実際にラプラスの盾のメンバーを倒していますしね。しかし予想以上に情報の伝達が早いようです。ちょっと怖いです。でも後戻りはできないわ。それにこう考えたらどうかしら。生徒会に不満を持っていた人たちの決起のきっかけになるって。なるほど、そんなにうまくいけばいいのですが。今のところ嫌がらせか遠巻きに見られているだけですね。そうそう、人生そんなに甘くねえってな。よう、遊びに来てやったぜユイ。森田くん、何しにここへ。おいおい、そりゃないだろ。ガンプラビルダー同士がぶつかってバトル以外に何するってんだ。それともバトル以外のもっと親密なお付き合いがお望みか。最低。森田くん変わったよね。前はそんなひどいこと言う人じゃなかった。おいおいユイ、俺は今も昔も優しいんだぜ。どうだ、俺が生徒会に口聞いてやるからよ。そんな転入生なんてほっといて俺たちのチームに入れよ。俺はおめえのガンプラテックは認めてんだからよ。絶対にお断りよ。どうしてもか。どうしてもよ。ならやるしかねえな。強者が正義、それを俺が証明してやる。万が一お前が勝てたら俺は二度とお前と関わらない。それと、この他の連中から奪ったガンプラパーツを全部くれてやる。これだけありゃ改造し放題だ。代わりに俺が勝ったらユイ、お前は俺のもんだ。何をしようがされようが文句は言わせねえ。ギャンコのコスプレでもやってもらうぜ。変態です。変態がいます。そんな条件飲めるわけが。飲むよな。だってよ、この奪ったパーツってのはユイのクラスの連中のもんだからな。汚いです。ああ、それがどうした。勝負に持ち込むための力、勝負に勝つための力、全て力だ。分かった、やるわ。その条件でいい。
よし、いい目だ。俺はその目が気に入ってんだ。行くぜ。お願い、力を貸して。私、絶対に負けるわけにはいかない。さあ、三度勃発したレジスタンスチームサイドゼロと森田翔吾のラプラスの盾との因縁のバトル。今回も私、放送部の尺野凛子が臨場感たっぷりにお伝えしていきます。それではガンプラバトル、レディーゴクエストは時間との勝負でもありますよ。
さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。こんなクエスト一瞬で終わらせてやるぜ。プレイヤー4、撃破されました。逃げも隠れもしない。
た。次クリアすりゃいいんだよ。次今回は本気の本気で最強のガンプラを用意してきたんだぜ。それなのにこんな連中に。森田君、あなた自分がなぜ負けたかまだわからないの？うるせえ、たまたまだ、たまたま。あとはその転入生が余計なことしやがったから。違うわ森田君、原因はあなたのそのガンプラよ。俺のガンプラ？そのガンプラを見て何か思わない？人から無理やり奪ったパーツで組み上げたその機体、それが本当にあなたの機体なの？あなたが変わったって言ったのはそういうところだって。前に森田君と一緒にバトルした時はすごく楽しかったもの。くっ、くそ、俺は友もねえとこ見せちまったな。約束通りこのパーツはお前らにやる。
そうね。それは私たちのものじゃない。あなたが奪った人たちに自分で返すべきものよ。そうか、そうだな。分かったよ。ただそのもう一つの情報。バカね。私は森田君と同じクラスなんだから、二度と関わらないとか無理に決まってるでしょ。え？それにまたバトルしましょう。今度は森田君自身のガンプラで。ユイ、俺の乾杯だ。そういうことなら何度でもリベンジしてやら。俺の最強のガンプラでな。随分と自分に都合のいい人ですね。もともとそんな悪い人じゃないのよ、多分。おっと、そうだ、転入生。てめえユイの幼馴染なんだってな。くさ、俺だってもっと早く出会ってればよ。まあいい、一つだけ忠告しといてやる。俺は負けたが、ラプラスの盾、それに生徒会の力はこんなもんじゃねえ。だからよ、お前がしっかりユイを守るんだぜ。じゃあな、負けんなよ。森田翔吾、所詮雑魚は雑魚か。サイドゼロ、面白い。次は私のチームがお相手しよう。